皆さんこんにちは、エニグマです。本日の動画はこちら。キュリーだと思ったでしょ。セイレーンです。似てますよね。このフォルムそっくりすぎる。サラダバーセットのセイレーンです。これはいける。クラマス自身のセットアップです。水に笑い膝しっかり入ってるのだ。セイレーンで足カックンしたらポキッといっちゃうのだ。キュリーだね。ヤンさんも久しぶりのご登場です。誰かに似てるんだよな。思い出せないけどさ、モジュールもこんな感じ。いざ出陣。今までエニグマチャンネルを応援していただき誠にありがとうございました。クラマスはこういったバトルを経て皆さんに面白い動画を提供しています。今後も頑張ってまいりますので、これからも末永くよろしくお願いします。はい、びっくりしましたか終わりませんよ、エニグマチャンネル。クラマスが頑張ってね、動画撮ってくれてますので、こっから2000ほどセレン使ったゲームじゃないか、バトルご覧いただきたいと思います。これね、押すと戻るの、なんかよくわかんないんですよね。私1回か2回しかこのロボット使ったことない。今は戻らなかったのか、なんか引っかかってる。足元になんかいましたよ、クラマス。全くそういうの関心ないもんな。もうサラダバー強いね。珍しく目のモジュールついてるよね。あんまり使ったことないけど、わかりやすいマークだね、目何につけた、何のため、ちょっとあんまそういうのはわかんないのでね、コメント欄とかでクラマスに答えてもらいましょうね。次聞いとけよかった、作る前にね、目ついてるよってね飛んで戻って飛んで戻ってを繰り返すんですけど、すごいこれね。今セイレンの時代かもしれないですよ、セイレン持ってる人。知らんうちにランページになってますけど、なんやねんってね、狙われるよ影から頑張って、なかなか死なないですね。多分母艦も変えてんのかな、多少知らんけどうまく戻るもんだ。はい、なんだかんだビヨンドゴッドライク出てます。一体どこまでどこまで生き延びるのか、この一体で。すごいですよね。あー、危ない危ない、うまく戻るもんだ。なんかこれクラマスのやつ多分画質悪いですよね今更選べるじゃないですか、3つ3種類くらい、これミニマムじゃない、ちょっと変えてくださいってちょっと言ってみよう。ちょっとだけなんか塩梅良くない、変えたのかなこれで。すごい、何キル目だろう、数えてなかった。まあ最後出るからね7分、残り7分、まだまだ静電を使って、お、果敢にもタイタンにも、はい戻る、いや戻るタイミング分かってきたよ、ま、持ってるけど使わんけどね、参考にしてやりますとか、そんなコーンは素直じゃないのでね、気に入ったら使うけど、あんまりこの粉まぶるのあんま好きじゃない。もう一個いるじゃないですか、似たようなの、キツネついてたやつ、ね、あれもちょっと難しい。簡単なのは回復、飛んで回復できるとか、近くによって回復できるとか、飛ばして回復できるとか、それがいい。あ、ほら、目使った。おー
か、ひむぎ対策だったんかな、果たして。あとあれか、ロキ、ロキ、あと消えるやつはなんだ、あ、リンクスか。なるほどね、目の使い方ですね。5分でも全然生き残ってます。セイレーン強いんじゃない？このフチもビーコンは取りません。あの味方にビーコンは託します。キルは取ります。撃って逃げて撃って逃げて、大したもんです。こっそりベベベと撃って、ここもタイタンでした。このサラダバーの威力もあるんだろうけど、この撃って逃げて撃って逃げてのタイミングも何戦したんでしょうね、クラマス。あのオープニングオープニングのやつ、あれ初戦かな、ね、うわーって。でもあれでめげずにね、こうやって検証というか絶対強いと思うって言って、ほらリービングレジェンド、ナイス、大したもんですよ。お、あと1匹だからってずんずん前に出てってる狙ってる狙ってる、果たしてキル取れるんでしょうか。あー、終わっちゃ終わっちゃ、お、はい、残念でしたナイスバトルでしたね。6分、思い出タイタンだし大事。これでね、リザルトちょっと変わりますからね。変わんのかな。はい、次は2戦目キャッスルですね。ここでも、はい、パッと見キュリーに見えるけどセイレンです。ここもね、この遮蔽物とか利用して、いやらしいセイレンだろうね。やだな、敵に行ったらこれ基本的に粉まぶる系が、あれ目じゃなくなってる、私の好きなモジュールになってる、回復になってますね。ちょっと変えたんだ、そのもちょっと言ってもらわないとね。でもそこくらいは気づくよ、その丸の中くらいは。あと何か変わったとしたら、横飛んでるやつ変わってないし、あれ細かいモジュール変わってたら分かんない。それはまあ変わってたらコメント欄で言ってくれ分からんもん。さっきより飛ぶ、あの消えてる系多いよ。目の方良かったんじゃないのってね。そんな分からないからね。でもうちこちに狙われてます。飛んで逃げんのかな。ほら後ろにリンクスもいた。ちょこちょ多いね、まだまだ。昨日久しぶりに分隊したんですけど、おちょこちだらけだった相手あれクラマス撮ってんのかな、撮ってたら動画にしますけど。そう、圧倒的おちょこちの差ね。今目を凝らして見てます。狙ってんだろうな、これ。セイレーンで何キルしたんだろうか、見てました？数えときゃよかったな。キルした、そもそも。 あ、取られてるあ、違う、破壊された、乗り換えたのか、分かんない。あー、似たようなの。オピオンも多いし、好きなやつもなんだか読めないやつ出ますね。なんかシェンロンみたいなの全然なんか緑っぽいのってしか見えてない、あのケスサバ情報みたいな。
どうなることやら。これ味方ありきだね、セイレーンはビーコン取れないもん。ドイツなんかちょっと近づいてるそろりそろり狙ってんのか、狙われてんの、どっち。撃ち落とされる、怖い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 。お、ナイス。でももうあれだね、こっちだね、戻れないね。果たしてミンガ、やるんか。あー、惜しい、消されてしまった。諦めない。そしてここからちょっと2倍速、もう制限のコーナー終わったのでね、あといっぽいっぽい、早い早い早いな早いな、あ、よいしょ、はいはいはい。これがクラマス名物キル祭り。あー、そしてやられる返り討ちにされました。これあかん。あー、惜しかったね。はい、イカ、イカ祭り。何でも祭りつけりゃいいと思って。どれどれ、このね、6本も食らったら痛いもんだよ。タイタンってそりゃ死ねえよ。なんか、あ、そうだ、早いなと思ったら倍速してる足早このイカと思ったら、ね、よくやります、そういうの。多いな、リンクス。お、次はオピョン。オピュンのバグって治ったんですかね。消えてるやつ、消えてないみたいな、なんかよくわかんないやつ、ね、早く直してください、全部いい塩梅にしてくださいって。1個直すと1個なんか出てくる、なんかね、なんかまともだった時あるんかいな。ちゃんとビーコン最後取りましたよ。はい、ナイス、ジジー16キル。はい、マッチありがとうございました。ご視聴もありがとうございました。またよろしくお願いします。